テリーさんはここまで一連の動きを見ててどう思うんですか。もうあの7月5日の日に北朝鮮がミサイルを発射して以来、ずっと見ていてですね、どっちが追い込まれてるかというと、うん、北朝鮮よりも断然日本ですよね、うん、日本はずっとこの今日まで実は僕は一人相撲を取ってるような気がする、はい、一人相撲で手を挙げてやったけども、これ誰も実はついてこなかったっていうのがあると思うね。でこれも例えば例えだと、まあ、学校の教室で出来の悪い子供が生徒が廊下で騒いでると、その時に授業をやめてその子供のとこ行っちゃったんだよね、うん、本当は授業をしてればよかった。そうすれば彼はもっとリアクションしたわけ。たかが7月ぐらい、実はね、たかが7月ですよ。この7月ぐらいで日本はあまりにも騒ぎすぎちゃった。これね、騒がないで無視していたらどうなりました。北朝鮮はもっとやりましたよ。もっとやった段階だったら中国なりそれこそロシアはもっと違うリアクションしていた。やっぱ事業を放棄して日本が行っちゃったことによって中国もおいちょっと待てよっていうふうに言える言い訳を作っちゃったんですよ。本当はもっともっと無視をしていれば、実は日本の最大のライバルは北朝鮮じゃなくて中国ですよ。これはアジアの覇権争いで考えると、はい、そうなるとその、まあ、コブみたいなその北朝鮮の動きに対してあまりにもリアクションが強すぎたかなって感じがちょっとします。ですから日本が一人相撲を取ったというのは、最初にですね制裁案を出したにもかかわらずですね、小泉さんはもう 2,3 日前に、いや、修正案を出すと、もう3日ぐらい前にもうチキンレースを降りてるんですよ。だったら最初からすんなよとっていうことを僕は言えますよね。まあ、国連は今イスラエル、ヨルダン、パレスチナ問題も抱えていて、まあ、北朝鮮の問題が全てというわけでもないようですからね。そんな中で日本の外交をどういう道を歩んでいったらいいですかね、これから。いや、まあ、それこそ総理がですね、中東行ってる中でこんな、まあ、緊急事態が生じているっていう異様な事態で、本来であれば中東の訪問も含めてですね、まあ、取りやめてもいいぐらいの話じゃないかなと、本気であるの、まさにテリーさんがおっしゃったとおりですね、はい、だからそうじゃないっていう段階で、まあ、これはある意味小泉さんと安倍さんにもちょっと温度差があって、やっぱ次を考えて安倍さんがちょっと先走っちゃってる感じがちょっとあるのかなっていう印象ですね。これがだからまさに内政問題に日本の中でなっちゃって、北朝鮮はまさにそれを見透かしてて 笑ってますよ。だってもう3日前に小泉さんは記者会見で言ってるでしょ、修正案考えられるって、はい、そんなことをこれね、やってる会議でチキンレースをやろうと思ってるのに親分がやめてもいいっていうこと言ったらレースじゃないじゃないですか。もう逆に日本は一枚岩ではなかったというところでしょうかね。そうですね、アメリカはまさにそうじゃない、はい、うまく巧みに使い分けてるわけですから、その全体像を見た外交っていうのを取ってる人が結局誰もいなかったっていうのは、うん、無視してればね、本当に北朝鮮って次の一手がないんですよ、うん、そこをやってればよかったにもかかわらず喧嘩になりしてるんですよ日本は。まあ、これは国のトップの任期の残りの多い少ないの問題でしょうかね。いや、やっぱまあそこを本当に見透かしていると思いますね、北朝鮮は。うん、課題にね、まあ、僕ら含めて北朝鮮を課題に評価しているところが実はあるわけね。そこがやっぱりね、ミスなんですよ。で、やれね、テポドンが飛んできたらどうしようかって、そういうバーみたいそういうシミュレーションばっかりを考えすぎちゃっているからダメなんですよ。まあ、でもっと北朝鮮の実態見ないと。安倍さんとしても次を見据えて、ここはしっかりやっとかなきゃいけないという思いは非常に強かったでしょうからね。国連がこの後どういう決議をして採択をするか、それが北朝鮮にどう影響を及ぼすか、まだまだ先は長いなという感じがします。今日明日にもということですね。はい、原さん、そして美穂さん、ありがとうございました。ありがとうございました。